はい皆さんこんにちは、えー、ジャーナリストの岩上康美です、えー、私は今あ京都に来ておりまして、えー、3月20日から告示になります京都府知事選、えー、こちらに注目しました、ね、立候補されました尾崎臨さんに、えー、今日はお話を伺うことになっております尾崎さんよろしくお願いいたします尾崎さんはですね小児科医 とということなんですね、はい、本当はあの開業医ということなんでしょうか、えー、京都府民医連というところに所属されていてその民医連の会長もされているということなんですけれども、はい、今どういうふういふな、あのー、開業医ということじゃなくてあの、まあ、民医連というのはもともと全国組織なんですけれども、はい、だから基本的に全ての都道府県にあるんですけれども私はその京都というところに所属してまして病院診療所 あるいは介護施設、はい、あるいは訪問看護ステーションそういう、まあ、医療から介護まであの、まあ、住民の医療と介護に必要なところにきちっと応えていこうとそういう方針であのできている、まあ、医療機関と介護機関の連合体じゃないもんなんです。私自身はその中の1つの中つ診療所に、うん 開業医ではなくて勤務員なけでただ診療所なんで形から見ると開業されてる医師と同じような形なんですけど雇用されてるというそういう立場ですそうですかお医者さんでらしてそしてその民医連の会長でらして京都の大生まれではないけれども京大の医学部をお出になっているともうずっと京都は長いんですかはい生まれが神戸で その後父の仕事の関係で山口県で育って<あ>で18歳で大学来て以降は基本あの京都に、えー、ずっと住んでます、まあ、あの大学病院っていうところで研修した時にあの関連病院と言いましてあの大学に入って研修するとどっかに赴任しないといけないので、はい、2>, 2年ほど島根県に行ってたんですけど京都でですすそうか、えー、京都というところは伝統のある町。えー えー、なかなかよそから来た人が、ね、入りにくい町なんていうふうに言われることもあるんですけれども、うんえー、でもそういうお若い頃からずっといらっしゃっててどうですか京都というのはあどういうところでまたその排他的なね外から来た人間には少し脅かすようにです、ねうん、なかなか入り込めない町ですよなんて言われたりするんですけれどもどのところでしょう あ,あなかなか難しいところから来られますね。<laughs> <の>政治の話ばっかりだと思ったんでしょ。油断してました、ね。そうですねあのねなかなかあのそういうふうにおっしゃる方も多くて、えー、まあ例えば性格的にはケチんぼであるとか、えー、不親切だという人もいるんですけれども、えーえー、しかしまあ私の人生でもう京都に住むのが30年以上で、はい、そうやって考えてみると違和感はなく。 私は過ごしていますけども、うんまあ、逆に他の町がどうかっていうのを知らないというのもあるんですけどねだからそういう入りにくい町という印象では私はないですけど僕ら外から見ている時の京都のイメージというものがあるわけですね。僕は東京まで東京京まそうですかあですね4代 あの東京なんですよだから京都には格別憧れがあるんですよ、ね。で好きなんです実際。うんあえー、でも、うん、おその京都がね、えー、まあ実際のイメージとは違って、うん、なかなか今大変な状況にあるということもお聞きしました。そしてて今回の出馬にあたっては、うん その京都の経済とか、うん、京都の社会というものは今実は非常に大変になっているんだということを真正面から訴えてそのためにご出馬されているというふうに聞いておりますどういうことなんでしょう今京都の経済が最悪だというここへ来るまでの間はい、はい、あ駅前で尾崎、えー、さんの多分声援の<ん>外旋者だと思、ね、はいますので女性の方がこマイクを持って。はいえー 車の中からでですすけれども、うん、京都最悪の経済です、うん、全国最悪ですと言って、うん、何が最悪なんだろうと聞いて聞きながらここに来たんで,、うんうん、です、ねえー、まずはそこからお話を伺いたい、うんあのまあ、いろんな指標があると思うんですけど京都というのはあの中小企業の町なんですね。はい、でものづくりお商売人さんあと伝統工芸観光そういったのが京都経済の主役を占めてて、まあ、99%以上が。 中小企業だと言われてて、まあ働く人も従って75%以上が中小企業に働いてるいうん、うん、でそういう指標で見るとこの3年ぐらいの間に1万件以上の企業が廃業になってる。1>, 1万件廃業。ええー。何分方ね。で12万ぐらいなので8%ぐらいが廃業なんですよ。12万社で、えー、約1割ぐらいが。ええー、そうなんです。でね全国の指標が大体6%ぐらいと言われているからはるかに2ポイントぐらい多い廃業になってると。 で従ってそうなるとあの雇用されてる人たちもかなり厳しくって、はいまあ、いろんな詩があるんですけど例えば非正規率っていうのが、はい、京都は41%ぐらいって言われてましてね、はいえー、これはの全国が378%なんで、はい、これもかなり高くなってて、はいえー、で雇用者の報酬でいくと十何年ぐらいの経過で1人当たり年間75万ということで全国平均よりも かなり下回っているということで。75万というのはどういうねあの年間の給与が一人当たりの年間給与が75万下がってます。あ下がった下がった金額ですね。全国も70万前後下がってるんですけど、それよりやっぱり一割ぐらい多いですわ。これ十数年というとあのどのぐらいかかってる話ですか。97年ぐらいが金融恐慌が起こる前。えそこが始まになってますね。やっぱりそこが境目ですよね。やってますね。はい。あと一ずっとデフレですからね。そうですね。はい。だから。 企業家の方の方中小企業自体も減っているし当然働く方もかなり厳しい状況になってきているっていうのが京都の現状でそれがあの例えば私あの四条河原町であの選挙演説宣伝してたんですけどね見た目はあの人通りもいいし商店はたくさんあるし大規模の百貨店もあるんですけどもそれがその京都の昔からの地場のお商売人さんほとんどいなくなってて。 ほとんどいなです京都を象徴する市場ってご存知ですかね名前は聞いたことはあるんですけれど昔から京都のいろんな日用品お魚にしても野菜にしても漬物にしても錦っていう市場に行くと全部揃うというそういうとこがあるんですけども今もやかなんですただ来るのは観光客そのお店は全部東京資大阪資なんですよ。 これは先ほど冒頭ね私京都っていうのはそうそう簡単にね入り込めない世界要するに入り込めないというのは人柄がねどうこうということじゃなくて地盤のご商売をやってるのが方々がですね大変伝統を持っていて。 もう何代も続いていて、うんえー、そういう歴史があって急にはそのコミュニティの中に入れないとか外から来た資本よそ者の資本が入ってきてもですね、うん、急に,にはお客さんを捕まえることができないとか、うん、そんな話を僕は、うん、この京都へ来るたび話を聞いたものなんですけれども、うん、京都で商売するのはそんな簡単なことじゃないと。うん、京都はもうそう、ね、やっぱり がっちりとこうコミュニティが出来上がってるからと。うん、それが入れ替わってしまっている、うん。そうですね。これちょっと衝撃なんですけど、ねえー。あのー。やっぱりね。はい、伝統的なそういう。お商売人さんにしても。ものづくりしても。それを支える。行政っていうのが。絶対必要だって考えるんですね。うんうん、はい。でね。はい、あのー。京都には本当に商店街がたくさんあるんですけども。はい。錦のようにこう。大師大に変わっていった、はい、チェーンストアに変わっていった商店街もあれば。ええ あと昔からの商店街がどんどんはぬけになっててよく言うシャッター通りになってるっていうのがたくさんあるんですけ京都でもですかいやいや京都多いですよ京都は多いそれはね今度消費税が上がるのでそのことがどうなるかっていうことで割と商店街を歩かしてもらうんですよああそで,す、ね、で私もその京都の市内に住んでて近くに商店があるんですけどそれこそ5年前までは散髪してたお店がなくなってる。はい あるるいは銭湯がなくなくっている、うん、そういういいいのがいっぱいあるんですよ、うん、でそれが駐車場になって要するにチェーンストアの全国チェーンの駐車場になったりですよそれからワンルームマンションになったりとか、はい、どんどん変わっててやっぱり商業小売商商店が支えるにはそれだけの政策がいるっていうことだけどもそれはやっぱり打ってこれてないというか、うんまあ、だからいきなり本質的なところでいくとやっぱりあの今までの京都府政っていうのは国政そのものでその。 大企業を言うというんですかね例えば大型店舗がたくさん入ってくる、はい、そうすると小売りは当然その単に安さ便利さでいくと負けていきますよね、うんはい、でそのために小売りをどういうふうに守っていくかみたいな政策抜きに、うん、あの単に建築基準法で OK だから大規模店舗歓迎ですみたいなことでやっていくと潰れていくっていう、うん、あのおっしゃる通りで伝統的にかなりいろんな。 素晴らしい力を持った後遺症があっただけにそのダメージは大きいなっていうに感じますね国はねそうした大資本優遇の政策を取るときに必ず弁明のようにしかし多様性が大事だとか付加価値をつければ小資本でも生きていけるとかこれ農業に関してもよくそううですねそしたことを農業あるいはこういう工芸も含めた軽工業 どんな場面でもサビ席もそうですけれどもその付加価値多様性ということを言うんですが、うん、京都ほどね伝統があって、うん、多様性とそれの付加価値が っていうそういう魅力の集積のある町は、うんうん、日本中探したってどこにもないと思うんですよ。京都で小資本が付加価値を持って生きるっていうことができないんだったら、うん、日本中どこもダメだと思うんです。うん、ちょっと衝撃なんですけれども、現状はそんな感じなんですかそうですね。あのー、何がいないかという岩上さんが京都を評価していただいているのはすごく嬉しいんですけども、はい、例えばね、京都でいろんな伝統工芸って 例えば西人なんかが代表ですけどね圧倒的にベトナムとか中国から安い繊維が来るじゃないですか織物がこれは国内競争だけではないけど、ねえー、だからね反物とか着物が本当に売れなくなってきてもうかつての10分の1以下京都には西人それから丹後にちりめんっていう素晴らしい織物業繊維業があるんですけども、はいはい、みんなもうズタズタなんですよ ちょっっと待ってくださいあの例えば我々が洋服を着るようになったから、まあ、わ僕は子供の頃から洋服なんですけれども洋服<ー> <laughs> 着ているからそうした着物が売れなくなったっていうのは分かるんですけれどももともと着物を着る方がいて、うん、で着物の需要っていうのがある程度一定程度ねうんと昔は別としてあってうん、うん、ところがそれがその最近の,そのアジアからの輸入によって。うんうんうん えー、減ってきてるっていうのがちょっとピンとこないんですけどどういうことなんですかその単語とかその西陣織りとか、えー、西陣織りが押されるようなものがアジアから入ってくるんですか,ううあですかあそうですよやっぱりね、はい、西陣の、うんえー、織物工業の人と話したりするとね、はい、一番言うのはやっぱり全体の景気がこれだけ悪いとおっしゃった付加価値のあるものすなわち小売値が高いものというのは、はい 買えないとで安いものが入ってくるとやっぱりそちらに行くというそういう流れになってますよねあとねお茶なんかもそうなんですようち茶とかかなり付加価値高いんですよただそれがそのお茶を飲む文化がなくなったことも一つだけれども安いペットボトルなんか出てくるとお茶として売れる範囲というのが本当に狭まってきているということでかなり売れる範囲は額は減ってきてるっていうのがありますペットボトルというとねあのまあ 伊藤ですはいありま駅前に店舗があったんですけどそういう名前をまた冠したペットボトルのお茶が出たりするじゃないですかだからその伝統のブランドがあり老舗のお茶の文化があってそれの何ていうか普及品として我々は。 はい、庶民はですね、うん、全国でペットボトルでその京都ブランドのそ、ね、ういったのを飲んでるはずなんですけど、<laughs> そうですね。その大元のところがそんなこの苦しい、えー、まあ悲鳴を上げるような状態になってるっていうのがちょっと分かってなかったですね。すねだからやっぱりね、文化を支えるには自然発生では難しいっていうのがあると思いますね。えー、だから例えば本当にあの魚露とか、はい、そういうものを ちゃんと育てていくっていうか、残していこうと思ったら、それをどういうふうに売っていくかとか、うんえー。そういうことも含めて、やっぱ政治が介入しないと難しいなっていうの。伝統工芸に関しては、感じますね。もう西陣、そう、清水そう。うち、んうん、は全部そうやと思いますわ。うんうん、はい。<で>かね、だから、いわゆるそのなんていうんですかね、市場社会に全部丸投げしちゃうと。伝統工芸っていうのは、その。安かろう、悪かろうに負けていくっていう、うん、そういう中に、ま立たされているのが。 京都の伝統工芸の現状ですわ伝統文化というのはですねそうした保護主義的な政策そういうものに寄りかかってる規制的な存在だと言わんばかりのことをお隣の町の市長はおっしゃったりしますね維新のですね橋本さんは文楽を取り上こうターゲットにして大変。 批判をなさったりして、文学の方々は本当にびっくりしたと思いますけれども、でも文学だけじゃない伝統芸というか伝統文化とか伝統の工芸その他、まあ伝統と名の付くさまざまなサービスとかあるいは物品というのはもうたくさんあると思うんですけれども、で特にそこが一番集積しているのは京都だと思いますが、あの 橋本さんの論理をこの京都で言ったらどう大変なことになっちゃうんじゃないかなという気もしますし、ええ。その通りだと思いますね。ええ、やっぱりあの文化あるいはその伝統芸能というものは先ほど言ったようにきちっと支えていくっていう基盤を作っていく簡単だと思うんですね。うんはい、私あのこの間あの京都で一つあの誇れる狂言師さんとちょっとお話しする機会がありましてね。はい、なんという方でしょう。あの 茂山明さんっておっしゃる方なんですあ、これ名前出していいと思うんですけど、はい、あの茂山さんがおっしゃってたのは、うん、あの文化と政治は基本的に別物だけども、うん、例えば文化の良さなんかを子どもたちに伝えるということは政治でやってほしいっていうことをおっしゃってね、うんうん、要するに簡単に街を歩いてると農や狂言が見られる場であるとか、はい、文学もに文学もいっしゃると思うんですけどね、はい、そういう場があってでそれが例えば 単に工業の収入だけで成り立たないとしても文化の価値として支えていくっていうことをやらないと単にそれでそこにお金を使うのがもったいないという論理だけでいくと文化っていうのは消えていくと思うんですよね。うん